にちは、いちごうさぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。2022年3月16日、本日15時30分から外務省の外務委員会において、維新の会、和田雄一郎さんですね、議員がですが、今回ロシア、ウクライナの、ウラジオストクにですね、取り残された人たちについての対応についてですね、外務省の方に、質疑されるようです。応答があるのか、どのようなお答えがいただけるのか、今日、発信がなりますので、そちらの方をもしね、あれでしたら確認していただけたらと思います。今現在ですね、ウラジオストクの、いらっしゃる方ですけれども、カードが使えないということと、ルーブルが下がっている、下落しているのでということで、あまりに両替もしたくないというふうな話も聞いております。13歳ぐらいのね、子どもたち、バレエのね、で行った子どもたちなんかも、とても大変な状況で、親御さんとかもすごく心配されているのではないかなと思っております。で、ちょっと今回ね、とあるところに、月間7000万円、年間において8億円の、資金援助、また、外国人、留学生において10万円、そして日本人には5000円とかいう支援ですね。本当にこのね、どうもね、日本人は外国人に対しての方が、手厚い援助をされているのではないかなと思っております。まずは日本の国の国民のために動いてから、外国人とかね、そういうところにね、支援をしていただけたらと思います。こちらの方は、本日の15時30分頃から衆議院インターネット審議中継の方において動画が見れるようです。もしお時間都合が合う方は見ていただけたらと思っております。今日からね、21日までの間において全国のまん延防止ね、全面解除されるようですが、本当にね、この現状がね、今日本の国民たちも本当に、食事が取れない人たちとか、本当に厳しい状況に追われている方もいます。本当にね、日本国民のためにですね、ぜひともね、和田雄一郎議員さんね、立ち上がっていただけるということなので、応援していきたいと思っております。あとですね、今すごくね、ガーシーチャンネルさんでね、結構厳しく突っ込まれてるみたいで、有料チャンネルの方でですね、この間 A さんですね、 A さんの発信があったようです。で、まだちょっといちごうさぎ有料会員に登録してないので、状況がわからない状況なんですけれども、A さんですね、 A ゾウさんがですね、そういう被害に対して、しっかり立ち上がるっていうふうな方針を発表されておりました。私としてはですね、基本はやましいことがないんであれば、何も恐れる必要はないのかなと思うんですけれども、この際逆にね、発信してしまうと、社会としてはそういうふうな、なんかやましいことがあるのかなっていうふうに思われてしまったりとか、傷口を広げることもあるので、
頑張りしてるっていうことは、まあいい方向性なのかなと思うんですけれども、今回ね、ちょっと A さんの方ですね、CM の方が一つなくなったみたいな感じも聞くので、はい、まあ芸能人の方はね、かなり今ちょっと衝撃な状態ではないかなと思います。ただこの一件一件自体はそんなに大きな額じゃなくて伝えられないとしても、まあ被害者として何件かも挙げた時に多額な損害賠償請求を受ける可能性がありますので、その辺ね、ガーシーさんの方もちょっと心配かなと思います。で、今回ですね、このガーシーさんの暴露に関してですね、新宿にある某リスクコントロール専門会社ですね、元警視庁刑事課代表 S さん、SE さんがですね、代表と務める会社がですね、設立されまして、まあ、動き出すという形になってるそうなんで、こちらの方はですね、元マル暴の担当の刑事さんですね。はい、そちら今現役で社長で代表 CEO をされてるようですね。で、まあちょっとね、今 C 丸丸っていう風なね、系列のね、会社ですね、そちらの方がですね、まあ売上の方もちょっと落ちてるということでね、ちょっと厳しい状況になってるみたいですけれども、視聴者様からも、いろんなお写真とかいただいてます。まあちょっとね、うまくね、ちょっと厳しい、今ちょっと厳しい状況なので、お伝えがどうやってお伝えできるかなとは思ってるんですけれども、はい、でちょっとね、とにかくこの H 馬さんの、事件はですね、まあ、単なる、芸能人の事件ではなくてですね、こういうふうな、バッグの、